知らん。ロキのクエストの件なんだけど。ああ、そうね。そろそろ行ってみる？もたもたしてて他のプレイヤーに先を越されるのも尺だしね。だよな。それじゃあ早速ロキのいた洞窟に向かおう。ええ。お、この前来た時にいた見張り番がいなくなってるぞ。代わりに定員スイッチがあるわね。クエストが進行したことによって変化したみたいだな。ロキは洞窟から脱出するためにアース神族を出し抜くって言ってたわよね。いやあ、お二人さん来てくれて嬉しいよ。ん、ロキか。姿が見えないぞ。一体どこから声が。ここだよ、ここ。もしかしてこの猫。ご名答。いつもの姿だとすぐにアース神族に見つかっちゃうからね。カモフラージュだよ。幻惑魔法とかではないんだよな。あ、プレイヤーじゃなくて神様だから何でもありなのか。神話のロキには変身能力があるのよ。動物に変身するのはもちろん、性別も変えられるわ。なるほど。さて、それじゃあ真実を探しに行こうか。ちょうどここにアース神族の奴らが置いてった魔法装置もあることだしね。魔法装置、転移スイッチのことだな。これどこに繋がっているのかしら。これはね、とある遺跡に繋がっているんだ。オーディ、北欧神話の主神の名前ね。どう？神様の中の神様、そのご尊顔を拝みに行ってみないかい？ま、助けた以上は任せるさ。それじゃ出発。本当に大丈夫かしら。あっという間に到着。ここにオーディンが。早速中に入ってみようか。お邪魔します。なあ、いきなり近くにいた兵士にタゲ取られたんだが。全く歓迎されてないみたいね。この兵士たちを倒さなきゃ先に進めないみたいだね。仕方ない。とりあえずこの兵士たちを倒すぞ。ええ、私は準備できているの。そっちに。見かけ倒しか。なかなか手強かったな。いやー、お二人さん、すっごく強いね。びっくりしちゃったよ。ロキは戦ったりできないの？猫の姿だからね。猫にできることしかできないにゃ。使えないわね。いやー、お二人さん、
りあえずここまではうまく潜入したな。この調子で一気にオーディンのところまで行けるといいんだけど。し、あれ見て。なんだ、あいつら味方同士で戦ってるぞ。彼らは地上界で死んだ勇者たちの魂、オーディンによってここに集められた連中さ。ラグナロ、神々と巨人たちの最終決戦に備えて延々と戦闘演習をさせられてるんだ。死んだら蘇らせて、死んだら蘇らせての繰り返しだね。まさに生き地獄だな。もうすでに死んでるけどね。奥の方に他の兵士とは雰囲気が違う奴らがいるぞ。ほんとね、見るからに強そうな。って気づかれた。あの数の敵を二人で相手するのはさすがにきついな。でももうこの部屋から逃げられないみたいだよ。あ、入り口が封印されてる。トラップだったみたいだな。あいつらを倒さないと出られないらしい。行けるか、シノン。もちろん、さっさと全員倒して先に進むわよ。これだな。これならどうだ。これならどうだ。しまった。これで全員倒したな。ええ、そうね。二人ともご苦労ご苦労。危機一髪だったね。あんたは何もやってないくせに、ほんとムカつくわね。まあまあ落ち着いて。怒ってばかりいると可愛い顔が台無しだよ。なんで無言で弓向けられてるの？ちゃんと褒めたじゃん。シノンには逆効果だったみたいだな。やっとオーディンのところまでたどり着いたね。あれがオーディン。さすが北欧神話の出身、威厳があるわね。我が配下を亡き者にしたのはお前らか。妖精夫人、この槍で串刺しにしてくれよ。やれやれ、あちらさんはやる気満々みたいだな。ふっ、妖精だからって舐めてもらっちゃ困るわ。行くわよ、キリト。ああ。
いやあやあ、二人とも、お疲れさん。こいつ、今さら元の姿に戻って。君たちが頑張ってくれたおかげで、直近の危機は回避できたよ。ロキ、貴様の仕業か。何のことかな。我が恩を忘れたか、この害虫が。神々の仲間に入れてもらったこと？それは感謝してるよ。面白いことたくさんさせてもらったしね。でも老いぼれはさっさと消えなよ。あんたこそ害虫だ。バイバイ。さーて、老害もいなくなったことだし、二人ともお疲れ。いやー、最後まで付き合ってくれてありがとう。君たちのおかげでオーディンを排除できたよ。まんまといいように利用されたわけね。それはどうかな、お嬢さん。君はここで何を見た？どう思った？俺なりに真実を見せてあげたつもりなんだけどな。確かに偏った見方をしてたのかもしれないわね。さっき広間で戦ってる兵士たちを見て、本当にオーディン側が正しいのか疑問に思ったわ。死んでもなおラグナロクのために戦わされてるのを見せつけられちゃうね。お前はなぜ神に盾つくんだ？お前自身神の一員だろ。結局俺は分かり合えなかったのさ、他の神様たちとはね。ああそうだ、協力してくれたのにお礼もなしじゃ罰が当たっちゃうな。これあげるよ。何この箱。開けてみてのお楽しみ。お二人さん楽しかったよ。じゃあね。消えた。これでクエストクリアなのか。そうみたいね。まったく何なのよあいつ。まあ無事にクリアできたんだからいいじゃないか。それよりさっきロキに渡された
その箱には何が入ってるんだ？とりあえず開けてみるわね。なんだこれ。シノンさん。最悪。もう一度あいつを召喚できないかしら。今度こそ私の弓で全身を撃ち抜いてやるわ。ちょっと待て、シノン、これって何よ。ん？箱の底に何かある。おお、レアアイテムじゃないか。してやられたわね。あいつ実はそんなに悪いやつじゃないのかもな。キリトってアイテムくれる人はみんないい人だと思ってない？いや違うって。 NPC とはいえあのロキってやつはどうしても好きになれそうにないわ。でもなんだかんだ言ってクエスト自体は楽しかったわね。キリト、一緒にクエストを受けてくれてありがとう。おう。何変な顔してるのよ。せっかくお礼言ってあげたのに。あ、いや今日のシノンやけに素直だなと思って。ふん、もう素直に言ってやらないわ。ロキみたいなひねくれ者だと思われてるみたいだしね。素直な方がいいと思うぞ。今お礼言ってくれた時すごく嬉しかったし。あ、そう。やっぱりもう言ってやらない。なぜ。さてクエストも終わったしさっさと町に戻るわよ。キリト君、ユウキからメッセージが。ああ、俺のとこにも来た。いよいよイベントボスに挑むみたいだな。うん、私たちもスリーピングナイツに合流しよう。あ、アスナ、キリト、ごめん、待った？ううん、みんな今来たとこだよ。よかった。それで、どういう作戦で行くの？とりあえず回復アイテムは持てるだけ用意しましたけど、まずはみんなの役割分担をしましょう。あとは能力と武器を確認して。アスナ、この前はなんだか元気がなかったような気がしたけど、今は特に変わった様子はないみたいだな。でも一応気にかけておいた方がいいか。よし、それじゃあボス攻略に向けて出発だ！おー！ここまでは順調に来たな。もうすぐボスのいる場所に到着ね。この調子でボス攻略もサクッとできたらいいんだけどな。そうね。まあ全滅してももう一度挑戦すればいいし、今回は様子を見るくらいの気持ちで行こう。みんなちょっと待って。どうしたの、キリト君？奥に誰かいる。しかも一人二人じゃなくて大人数。それって僕たちより前に攻略してるギルドがいるってこと？おそらくな。とにかく先に進んでみよう。あのプレイヤーたちは。シャムロック。またあいつらか。勇気。ボス部屋に続く道で集まってるけど、まだ先に進む様子はなさそうだな。人のことは言えないけど、攻略にしては人数が少なすぎるわ。多分まだメンバーが全員集まりきってないんじゃないかしら。この様子だと一回は挑戦できる余裕がありそう。大丈夫よ、ユウキ。本当？先に通してもらえるように言ってくるね。
なんだ貴様は、我々に何か用か。先にボスに挑戦したいから、そこを通してもらいたいの。それはできない。ここは我々シャムロックが閉鎖している。え？それってどういうこと？この後、我々がここのボスに挑戦するのだ。今はその準備をしている。小一時間はそこで待っていることだな。すぐに攻略するって言うなら別だけど、そうじゃないなら先にやらせて。ダメだ、こっちは先に来ているんだから順番は守ってもらわんとな。そんなの納得できないわ。そっちこそ準備が終わってから来ればいいじゃない。知ったことか。不満があるならギルドマスターを通してもらおう。何よそれ、合わせる気もないくせに。おい、ねえ君、つまり僕たちがこれ以上どうお願いしてもそこをどいてくれる気はないんだね。ああ当然だ。そっか、じゃあ仕方ないね。叩き。なんだと？え？アスナ、ぶつからなきゃ伝わらないことだってあるよ。例えば自分がどれくらい真剣なのかとかね。でもこんな大きなギルド相手に戦闘を仕掛けるのは賢い選択とは言えないわ。そうだね、好んで戦いたくはない。でもねアスナ、今はそれでもぶつからなきゃいけない時だと思うんだ。まあそういうことだな。みんな、それが勇気の意志なら俺も止めはしない。ぶつかるも引くも全ては俺たちプレイヤーの自由だよ。キリト君、それじゃあみんな行くよ。この人たちに勝ってボスを倒そう。まだ戦う気？ふん。後方から大勢のプレイヤーが。シャムロックの別動隊か。しかも何十人も。どうだ、これこそが力の差だ。おいお前ら、巨大ギルドに立てついた罪思い知らせてやれ。あ、熱い、このままじゃ。ちょっと待った。え、クライン？クライン遅いぞ。正義のヒーローは遅れて登場するもんだろ。っていうかキリトよ、急すぎるんだよお前からの連絡。すまん。え、どういうこと？戦闘に入る前にこっそりメッセージを飛ばしておいたんだ。貴様、なめた真似を。悪いけど俺たちにだって仲間はいる。あんたのほどの数はいないけど、極上の最高に頼れる仲間だ。ちょっと置いていかないでよ。リズ、それにみんなも。アスナさんたちがピンチだって言うからみんなで助けに来たんです。間に合ってよかったです。うわっ、この姉ちゃん強え。なんだか、うわっ。ありがとう。ストレア、最後のセリフくらい言わせてあげようよ。待てないよ。
でも突然だったのによく全員集まったわね。へへ、そこはこのクライン様の人徳さ。単にキリトからの頼まれ事だったからだろ。うーい、エギル、そこで水さすなよ。おいキリト、ここは俺たちに任せな。ああ、頼んだ。一つ貸しだからな、さっさと行ってボスをぶっ飛ばしてこい。ああ、みんなありがとう。いいの？ええ、ここは駆けつけてくれたみんなを信じましょう。わかった。それじゃあみんなボス部屋に急ごう。ああ、いよいよボス戦。うん、みんな準備はいい？アスナ、キリト、どうしたの？ユウキ、助けに来てくれたみんなは大丈夫かな？数が数だけに正直五分五分だな。だけど今信じるしかない。うん、私たちのためにデスペナルティ覚悟で立ち向かってくれたんだよ。だから今は集中して、みんなの気持ちにはボス攻略の結果で返そう。でも僕たち、みんなに助けられてばっかりで。そんなことない。私も勇気たちに大切なことを教えてもらったよ。アスナ、さあボスを倒してみんなにいい報告ができるように頑張ろう。うん、よし、みんなもう一丁勝負だよ。これならどうだ。これならどうだ。もしやるかぜ。しましょう。引っ張れるわけには。元気が出てきたよ。元気が出てきたよ。ちょっと何？よし、頑張るぞ。これだな。ありがとうね。これならどうだ。これを使うか。これならどうだ。これならどうだ。さて、どう戦うかな。キリト、いけない、下がって。これを使うか。ちょっと待って。元気が出てきたよ。楽しくなってきたぜ。これでクリアだな。こんなの楽勝よ。やった、クリアだね。やったー、アースナうわ、勇気、いきなり飛びついてきてびっくりしたよ。やった、勝った、勝ったよ、アースナー。うん、勝ったね。やったな、キリト君。ああ、俺もさすがに疲れたな。ちょっと、キリト君までもたれかからないでよ。そうだよ、今は僕がアスナを独り占めしてるんだからね。ぬぐ、
スナさん、シューネさん、みんなお疲れー。いやー、まさか本当に勝っちゃうなんてな。みんなすげー頑張ったもんな。特に手伝ってくれたアスナさんとキリトさんには本当に感謝ですね。ああ、二人のおかげだな。そんな、私たちはほんの少し手伝っただけだよ。みんなの力があったから。ああ、それにクラインたちにも感謝しないとな。そうだ、あっちはどうなったんだろう。大丈夫、ちょうど今無事シャムロックに勝ったってメッセージが入ってきたよ。よかった、本当にみんなで掴んだ勝利だね。無事に終わってよかった。いいえ、まだやることが残っています。え、なんだ。打ち上げします。打ち上げ。攻略が成功した後は打ち上げに決まってるじゃん。やろう、どーんと盛大にさ。出発してから打ち上げをするまでがイベント攻略ですからね。なんで遠足みたいになってるのさ。わかったわ、やりましょうか。そうと決まったらまず酒だな。樽で買おう。樽で、樽買ってこい。なぜ、力ならテッチの方があるじゃないですか。樽、二つをかけたのか。おっさんかよ。偶然そうなっちゃったんだよ。そうだ、打ち上げにクラインたちも呼んでいいよね。もちろん、僕もちゃんとお礼言いたかったんだ。打ち上げは大人数でやった方が楽しいしな。ええ、あの方々も含め皆さんがいなければボス攻略はできませんでした。ですからドロップしたアイテムは全部お渡ししますね。え？あ、別にいいよそんな。しかし、じゃあその代わりに一つお願いがあるの。ん？私をスリーピングナイツに入れてくれないかな。私ね、ギルドに入るのが怖かったんだ。昔いたギルドで私副団長をやっていてね、みんなをしっかり引っ張っていかなきゃって張り切りすぎちゃって、そのせいで仲間に厳しくしすぎちゃったり辛く当たったりばかりしてた。キリト君たちと出会ってもっと肩の力を抜いていいんだって知ったけど、ギルドに入ったらまたあの頃の厳しい自分に戻っちゃうんじゃないかって怖かったんだ。でもスリーピングナイツのみんなとはそんな心配事を忘れちゃうくらいすぐに打ち解けられた。アスナ、それにね、私もっとあなたたちの強さのことを知りたい。ぶつからなければ伝わらないこともある、そうやって道を切り開ける強さ、あなたたちと一緒にいればわかる気がして。あのねアスナ、前にも言ったと思うけど、僕たちスリーピングナイツはもうじき解散しちゃうんだ。それからはみんななかなかゲームには入れないと思うから。うん、分かってる、それまででいいの。私勇気とみんなともっと仲良くなりたい。それくらいの時間はあるよね。ごめんねアスナ。そっか、ううん、私の方こそ無理なお願いしてごめんね、ユキ。あの、アスナさん、私たちは。ごめんね、急に変なこと言って困らせちゃって。打ち上げするんだったよね。おお、そうだった。大事なこと忘れるとこだったよ。
みんなを集めるとなるとまた後日の方がいいかな。無理って来てもらっちゃったしね。そうだね、そうしよう。うん、そうだね。アスナさん、キリトさん、攻略を手伝っていただいて本当にありがとうございました。お友達にもよろしくお伝えください。ああ、わかった。では今日はこの辺でお開きにしましょうか。うん、また打ち上げの時にね。おう、じゃあね。行っちゃったか。なあアスナ。キリト君、私ね、やっぱりなんでもない。さあクラインたちと合流しよう。まずはちゃんとお礼言わなくちゃ。アスナ、勇気たちに伝えた思いは本物だろう。でもアスナが抱えているものはそれだけじゃない気がする。アスナ、一体どうしたんだ。アスナ。ピナは相変わらず元気だな。それにしてもエール王にピナもコンバートすることができてよかったよな。はい、 SAO で手に入れたアイテムはエール王にコンバートしてきた時にダメになっちゃいましたけど、でもピナだけは残っててくれて。また、そうだな、俺もストレージにユイとストレアが残ってた時は本当に嬉しかったよ。それで俺に何か用か？あ、そうでした。実はキリトさんに折り入ってお願いがあって来たんです。いきなりかしこまってどうしたんだ？あの、今から私と一緒に攻略に行ってくれませんか？なんだ、何事かと思ったよ。もちろんいいよ。本当ですか？ありがとうございます。キリトさんと一緒に攻略に行けるなんてすごく嬉しいです。頑張らなくちゃね、ピナ。ピナもやる。それでどこのエリアに行くんだ？フロスヒルデなんですけど。フロスヒルデか。あのフィールド結構きついけど大丈夫か？頑張ります。シリカもピナも同じ反応するんだな。見てて面白いよ。そうでしょうか。よし、それじゃあ早速出発しようか。シリカ、疲れてないか？今日はこの辺にしておくか？いえ、まだまだ大丈夫です。せっかくキリトさんに付き合ってもらってますし、もうちょっと攻略したいです。そうか、あんまり無理するなよ。はい、心配してくれてありがとうございます。よし、じゃあもう少しだけ進んでみるか。けっぱなしだったから、たまにはキリトさんにいいところを見せたいな。ん？何か言ったか？いえ、何も言ってないです。あ、キリトさん、あそこにモンスターがいますよ。あれは中ボスクラスのモンスターだな。さっきまで倒してた雑魚とは違って攻撃のバリエーションも多いと思う。シリカ、くれぐれも気をつけろよ。わかりました。行くよ、ピナ。
調子なら問題なさそうだな。死に際にあんな大技を放ってくるなんて。シリカ、大丈夫か？ピナが私の代わりに攻撃を受けて。何？よかった。だが、なあ、ピナの頭の上に変な数字が出てないか？本当です。しかも数字が一つずつ減っていってる。ああ、何かがカウントダウンしてるみたいだな。こんな現象は見たことないが。私も初めてです。一体何でしょう？わからない。カウントが終わるまではまだだいぶ時間があるみたいだが、念のため一旦町に戻ろう。アルゴあたりなら何か知ってるかもしれない。はい。キリト君、大変だよ。どうした、アスナ？さっき勇気からメッセージが来て、もう ALO をやめるって。なんだって？さっきから連絡を取ろうとしてるんだけど、呼びかけにも全然応じないし、どうしよう、キリト君。今ならまだログインしているかもしれない。俺はめぼしい場所を探してみるから、アスナはそのまま連絡を取り続けてくれ。わかった。この空も大地も、ユキ。うわ、キリト、こんなところにいたのか。見つけるのに苦労したぞ。探してくれたんだ、ありがとう。アスナ、心配してるぞ。うん。一体何があったんだ？ねえキリト、僕アスナを悲しませちゃったよね。せっかくスリーピングナイツに入りたいって言ってくれたのに。悲しませたくなかったからああいう風に言ったんだけどな。アスナはさ、 SAO で決明騎士団っていうギルドの副団長をやってたんだ。攻略組の中でも一番の勢力を誇るギルドで、朝から晩までひたすら攻略に励んでいた。そうだったんだ。それならあれだけ強いのも納得だね。 SAO で HP がゼロになることは現実世界での死を意味する。だから決明騎士団では一人も死者を出さないことを常に第一に考えていた。それはとてつもない重圧だったと。その責務を背負いながらアスナはあの世界を生き抜いてきたんだ。あの日アスナが話していたのは決明騎士団のことだったんだね。ああ、だからアスナがスリーピングナイツに入りたいって言い出した時は正直俺も驚いたよ。でもそれでアスナが過去の恐れを断ち切って前に踏み出せるなら、俺はそれを応援しようと思った。キリト、でも僕たちは。ああ、俺は勇気がなんであの時断ったかも分かる気がしてる。勇気と初めて会ったのは SAO だったよな。
うん、そうだね。ゲームをクリアしてアインクラッドが崩壊する直前に突然現れたからびっくりしたよ。うん、僕もびっくりした。まさかあの SAO に自分が入っちゃうなんて思いもしなかったよ。しかもいきなり戦いたいだなんて言い出すし、正直わけがわからなかったな。でもキリトは何も聞かずにデュエルをしてくれたよね。すごく嬉しかった。自分でもなんであの世界に迷い込んじゃったのかわからない。でもキリトとあの場で戦えてよかったって思ってるんだ。そっか。 SAO でのデュエル、そして ALO での冒険、今まで勇気と一緒に戦ってきて分かったことがある。なに？君は完全にこの世界の住人なんだろう。キリト。やっぱりすごいな、キリトは。どうしてバレちゃったの？勇気の戦いを見て思ってた。君の攻撃スピード、反応速度は限界を優に超えてる。 ALO の、いや、フルダイブ環境そのものの申し子、そんな感じがしたんだ。それだけ仮想世界の姿を使いこなすには気が遠くなるほどの時間が必要なはずだろ。そう、俺たちが SAO にいた時間よりもさらに長い時間が。キリトにはかなわないな。ねえキリト、アス、え？二人は恋人なんでしょ？ああ、なんでわかったんだ？バレバレだよ。スリーピングナイツのみんなもほとんどわかってたと思うよ。そうだったのか。今だってアスナ、何か悩んでる。だから、ちゃんと力になってあげて。スリーピングナイツの分まで、リーダーの僕からお願いします。アスナを悲しませたら許さないからね。もちろんそんなことはしない。きっと今は何を聞いてもアスナは答えてくれないけど、アスナが俺を頼りにしてきた時にいつでも支えるつもりだよ。そっか、それじゃあ安心だね。ちゃんと幸せにしてあげてね。これはキリトにしかできないことだから。わかったよ。さーてと、今日はそろそろログアウトしようかな。ユキ、俺は君ともう一度戦いたいと思ってる。うん、僕もだよ。その言葉を残してゼッケン、勇気は ALO から姿を消した。数日の時が経ち。アスナ。キリト君。勇気にもう一度会いたいか？うん、私どうしてももう一度会って勇気と話がしたい。なんで突然 ALO からいなくなったのか知りたいの。私のせいだとしたらきちんと謝りたい。そうか。勇気の現実の居場所に心当たりがないでもない。え？俺の勘が当たっているなら勇気に会いに行けるかもしれない。少し調べる時間をくれないか？それからしばらくして、俺とアスナは ALO をログアウトし、横浜港北総合病院へと向かった。そこは日本で唯一、メディキボイドの臨床実験をしている場所だ。世界初の医療用フルダイブ機器、メディキボイド。
アミスフィアの超強化版ともいえるその機器は、外界からの刺激をすべて遮断し、脳の深部まで VR 世界とリンクすることができるのだという。そしてメデュキボイドで最も期待されている分野の一つが、ターミナルケア、終末期医療と呼ばれるものだった。病院に着いた俺たちは、勇気の主治医だという人から、彼女の病状を聞かされる。後天性免疫不全症候群、通称エイズ。勇気は3年前に発症し、メディキボイドの被験者になることを決意したのだという。それから3年、無菌室に横たわる彼女の小さな体は、日々病と戦い続けていた。24時間、フルダイブしたまま、3年間。勇気の強さはそこにあったんだな。俺たち元 SAO プレイヤーよりも、世界の誰よりも、勇気は仮想世界の人間なんだ。勇気、あなたにもう一度、もう一度だけでいいから会いたいよ。泣かないで、アスナ。勇気、勇気、そこにいるの？うん、直接は見ることができないけど、レンズ越しに見えてるよ。アスナ、キリト、ありがとう、来てくれて。勇気、私、アスナ、隣の部屋にアミュスフィアがあるんだ。 ALO も入ってる。中で待ってるから、ログインして来て。わかった、キリト君、行こう。なんでかな、来てくれる気がしたんだよ。現実の居場所教えてなかったのに。キリ…ああ、勝手に人のプライバシーを探るようなことをしてごめん。仮想空間を監視する機関につてがあってさ、無理って聞き出したんだ。うん、いいよ。僕も心の奥では来てほしかったんだと思うから。自分で ALO からいなくなっちゃったのに身勝手だよね。勇気、アスナ、キリト、ごめんね、本当のことを言えなくて。スリーピングナイツが解散する本当の理由はね、長くてもあと3ヶ月って告知されてるメンバーが2人いるからなんだよ。だから僕たちはどうしてもこの素敵な世界で最後の思い出を作りたかった。そんな時、MMO トゥモローの記事のことを知ってさ、あれに乗ることで僕たちがここにいたよっていう証を残したかったんだ。でもチャンスは一度しかない、絶対に逃すことができないから、手伝ってくれる人を探そうって相談したんだ。反対意見もあったよ。もし僕たちのことを知られたら、その人に迷惑をかけちゃう、嫌な思いをさせちゃうからって。その通りになっちゃったね、ごめんね。もしできるなら今からでも。僕できないよ、私絶対に諦めない。ユキ、もう一度デュエルしよう。え？ぶつからなければ伝わらないこともある。勇気に教えてもらったんだよ。だから剣を抜いて。わかった。この前のデュエルは中途半端で終わりにしちゃったもんね。うん、だからもう一度勝負。はっ、はっ、
敵。私、ううん、アスナの気持ちは十分伝わったよ。何度でも何百回でも言うよ。私、勇気のこと絶対忘れたくない。だって迷惑なんてことこれっぽっちもないもん。嫌な思いなんてしてない。勇気たちと出会えて、勇気たちの手伝いができて、すごく嬉しいよ。アスナ。勇気、君はアスナを幸せにすることは俺にしかできないと言った。でも、俺は違うと思う。アスナが本当の意味でゲームを楽しむことができたのは、君たちのおかげでもあるんだ。ありがとう、勇気。キリト、僕、この世界に来られて、二人と出会えて、本当に嬉しい。今の言葉だけで、十分だよ。これでもう、何もかも、満足だよ。まだしてないこと、いっぱいあるでしょ？スバルト・アールブヘイムにだって、行ってない場所はまだあるだろうし。それに、私は勇気と、もっとたくさん思い出を作りたいの。でも、僕は。リーダー！あ、みんな。リーダー、どこ行ってたんだよ。連絡取れないから心配してたんだぞ。まったく、リーダーは世話が焼けるね。やっぱり私たちがいなきゃダメみたいだな。ちょ、マリさん、なんで泣いてるんですか。嬉し泣きなんてするんだな。うるさい。勇気、また会えてよかった。私たちはリーダーがいないとダメみたいです。みんな心配かけてごめんね。僕、自分がこの世界に存在する意味ってなんだろうってずっと考えてたんだ。自分は何も与えられないのに、たくさんの人に迷惑かけて。それなのに、僕の周りにはこんなに素敵な人たちがいて、本当に幸せだな。みんなのおかげでようやくわかったよ。生きる意味なんてなくても生きてていいんだね。アスナとキリトにお願いがあるんだ。僕と友達になって。何言ってるの。私たちはもう友達じゃない。あ、本当よかった。そうだ、僕、アスナに渡したいものがあったんだ。ん？何？ちょっと待ってて。勇気、何をするつもりなんだ？やっ！できた。今の11連撃？それは？うん、受け取って。僕の OSS。 本当にいいの？うん、僕たちをつなぐ絆の証、存分に使ってあげて。ありがとう、勇気。大切にするね。うん、ありがとう。さて、勇気も帰ってきたことだし、延期してた打ち上げやろうよ。ああ、そうだった。今回はリーダーの ALO 復帰祝いも兼ねて、さらに盛大にやらなきゃな。エギルの店でやるか。それなら人もたくさん入るし。いいね、そうしよう。エギルって？ボス攻略の時に助けに来てくれたノームのでかいやつだよ。ノーム同士、気が合うかもしれませんね。
あの時の報酬も手つかずですし、パーッと使っちゃいましょうか。だな、金なんてまた集めればいいんだしさ。よーし、それじゃあこれからみんなで買い出しに行くか。おお幸せだな。ゆうき、行こう。うん。キーボーか。相変わらず見るたびに違う女の子を連れてるの。人目もはばからずにデートとは全く隅に置けないね。デート？この情報はあーちゃんにタダで提供してあげようかな。そういう誤解を招くようなことはやめてくれ。あ、それより一つ情報を買いたいんだが。うん、何があったのか詳しく聞かせてもらおうか。はい、あのですね、ということなんです。そいつは死の呪いだな。え、使ってくる敵がまだ限られてるからな。あまり知られてはいないが、頭の上にカウントがついてゼロになったら死んでしまうというタチの悪い状態以上さ。どうすれば解けるんだ。普通は町まで逃げ込めば自然と治るはずなんだが。でもカウントはついたままだぞ。そうだな、多分これは運営にとっても想定外な事態なんだろうさ。どういうことだ。本来死の呪いはプレイヤーにのみ有効な状態以上、テイムモンスターにかかってしまうことはないはずなんだ。そもそもテイムモンスターが命令もなく主人をかばうことはありえないからな。だがそのフェザーリドラはなぜかシステムでサポートされていない行動をとってしまった。なるほど、それら偶然が重なってある種ハマりの状態に陥ってしまったと。あくまで推測だがな。俺たちプレイヤーは最悪死んでもデスペナルティだけで済むけど、町に戻る以外に呪いを解く方法はないのか。何かこう回復アイテムとか。そうだな、不確かな情報を話すのは俺っちのポリシーに反するんだが。あるのか。不確かでもいいです、教えてください。しょうがない、事情が事情だからな。お二人さん、黄金のリンゴクエについては知ってるか。どこかで聞いたことがあるような。女神イズンという NPC が管理している幻のリンゴだよ。イズンの悩みを聞き解決してやるとクエ報酬としてその黄金のリンゴがもらえるんだ。そのリンゴさえ食べれば呪いでも何でもありとあらゆる状態異常は感知するよ。本当か。ああ、ただ今のところテイムモンスターに食べさせた例はないから、本当にそのフェザーリドラに効くかどうかまでは保証できない。だから不確かな情報なんだ。いや、それでも助かるよ。はい、ピナを助けるためなら私何だってします。ありがとうございます、アルゴさん。例には及ばないよ。その代わりどういう結果になったか後で教えてくれよな。あ、わかった。イズンの居場所はここさ。この場所にクエスト NPC がいるから、そいつに話しかければいいぞ。よし、早速イズンのところに行ってみよう。あれはどう見ても男だろう。
しかも老人みたいだが。立派なおひげを生やしたおじいさんですね。何かうめいてるぞ。ああ、イズン、イズンよ。はい。なんだかすごく悲しそうですね。私、話しかけてみます。あの、私、シリクって言います。わしは、歌の神、ブラギだ。ブラギさんって言うんですね。どうしたんですか？イズンが、愛する妻が、下の巨人、セアチに連れ去られたのだ。え、誘拐ですか？どうか、どうか、セアチの手から彼女を取り戻してはくれないだろうか。今はセアチの住処に囚われているはずなのだ。ああ、今頃どうしているだろうか。ひどい目に遭ってはいないだろうか。心配で心配で夜も眠れんのだ。なるほど、どうやら救出系のクエストみたいだな。キリトさん、早くイズンさんを助けに行きましょう。ああ、グズグズしている時間はないからな。ブラギさん、私たちがイズンさんを救い出してみせます。おお、ありがとう、ありがとう。それでイズンが囚われているセアチの住処っていうのはどこにあるんだ？ここじゃ。この遺跡にイズンが。遺跡系のダンジョンか。わかった、行ってみよう。大丈夫よピナ、絶対に死なせたりしないから。シリカ、クエスト頑張ろうな。はい。キリトさんの言葉は魔法みたいですね。魔法？声をかけてもらえるだけですっごく元気になれちゃうんですよ。そっか、シリカを元気づけられてるんならよかったよ。 SAO ではキリトさんに頼りっぱなしでしたから、今度は私がピナを守ってあげなきゃですね。ああ、俺もシリカを全力でサポートするからな。はい、ありがとうございます。よし、それじゃあセアチの住処に行ってみよう。ここがセアチの住処だな。この遺跡のどこかにイズンさんがいるんですよね。でもこれだけ広いと探すのが大変そうですね。そうだな、しかもどこかに囚われている可能性が高い。敵の動きに注意しながら探していこう。はい。てかだな、この遺跡のどこかにイズンさんがいるんですよね。でもこれだけ広いと探すのが大変そうですね。そうだな、しかもどこかに囚われている可能性が高い。敵の動きに注意しながら探していこう。遺跡のどこかにイズンさんがいるんですよね。だいぶ進んだけど、まだイズンは見つからないな。どこかに囚われているんでしょうけど、まだそれらしき場所はありませんね。急いでいるんだが、根気強く探すしかないか。キリトさん、あそこにいるのって。まあ、ただのモンスターじゃないみたいだな。お前がスヤチか？我が輩の住処に何の用だ？イズンさんを助
やっと手に入れた美しい女神を、そうやすやすと手放すわけがなかろう。邪魔者は排除してくれる。すごい迫力ですね。シリカ、大丈夫か？はい。シアちゃんを倒して、イズンさんを絶対に助けるんですから。行きましょう、キリトさん。覚えているがいい。必ずやイズンを再び我が手に。なんとか倒しましたね。なあ、散り際のセリフがちょっと気になるけど。キリトさん、先を急ぎましょう。私を？ありがとう。よっ、突然スヤチに連れ去られて、こんなところに閉じ込められて、一生出られないかと思ったわ。あの人は、ブラギは無事なのかしら？ブラギさんは木の下で、イズンさんの帰りを待ってますよ。そう、よかった。あなたたちのおかげで、あの人の元に帰ることができるわ。はい、早くブラギさんの元に。もうすぐブラギの元へ帰ることができるのね。ツヤチに囚われている間、神々に黄金のリンゴをあげることができなかったから、みんな困っているはずよ。早くみんなに黄金のリンゴを渡してあげないと。これでイズンから黄金のリンゴをもらえばクエストクリアだな。シリカ、フィナのカウントは？なんとか間に合いそうです。このまま何事もなければ。うわっ！なく、いきなり強風が。まだ何かあるのか。あれは姿を変えたスヤチだわ。こんなところまで追ってくるなんて、なんてしつこい男なのかしら。さっき倒したはずなのに。くそ、粘着質なやつだな。イズンよ、我が輩の元へ戻ってくるんだ。逃が…いやよ、あなたのところになんて絶対に行かないわ。こんな強風じゃまともに飛ぶことができないぞ。もう少しでフィナを救えるのに。うん、諦めちゃダメ。私がフィナを救うんだから。シリカ、私に任せてください。やシリカ、大丈夫か？はい。たく、こんな無茶をして。でも、おかげで奴の動きが鈍くなったぞ。ピナのために、急いで倒しましょう。
これでクリアだな。少しは強くなれたかな、ピナ。イズン。あなた。ああ、愛する妻よ。本当に無事でよかった。怪我はしていないか。セアチに何かされなかったか。心配をかけてしまったわね。私はこの通り大丈夫よ。妖精たち、助けてくれて本当にありがとう。ささやかなお礼としてこれを。わあ、イズンさんが木に近づいたら一斉にリンゴが実りました。さあ、好きなリンゴを持って行って。はい、ありがとうございます。すごい、これが黄金のリンゴ。き、早速ピナに食べさせよう。消えた。これでもう大丈夫だな。よかった。キリトさん、本当にありがとうございました。ピナが助かったのはキリトさんのおかげです。そんなことないさ。シリカの勇気でスヤチを倒すことができたんだし。あの時シリカが一撃を入れなかったらクエストを失敗していたかもしれないぞ。SAO では自分のせいでピナを死なせちゃったから、今度は自分の手でピナを守ることができてすごく嬉しいです。シリカ、なんだか強くなったな。本音を言うと SAO で初めて会った時は危なっかしくてほっとけないって思ってたんだ。それからこんなに頼もしくなるなんて。いやいや、俺が勝手にやったことだから気にする必要はないよ。キリトさん、あの時は私が妹さんに似てるからって助けてくれたんですよね。ああ、そういえばそうだったな。よく覚えてるな、そんなこと。当たり前ですよ。キリトさんとの大切な思い出ですから。そっか、そんな風に思ってくれてたんだな。あの時シリカを救えてよかった。はい、キリトさんが来てくれなかったら今ここに私はいませんからね。感謝してもしきれません。だからこれからはキリトさんの力になれるように頑張ります。もう力になってるさ。戦闘力の面でもそうだけど、何よりシリカがいるとすごく楽しいし元気になるんだ。キリトさん、シリカ、いきなりどうしたんだ。言葉だけでは感謝の気持ちを伝えきれないので行動で示してみました。本当はこれでも足りないくらいですけどね。キリトさん、スバルト・アール・ブヘイムの攻略も頑張っていきましょうね。ああ、うん、よろしくな、シリカ。はい、こちらこそよろしくお願いします。もちろん、ピナもな。ですね、私、もっと強くなりたいです。キリトさんに頼ってもらえるくらい。キリトさんの隣に自信を持って並べるようになりたい。その時はキリトさんに私の気持ちを伝えられるといいな。キリトさん、そのまた少し
攻略にお付き合いいただいてもいいですか？ああ、もちろんさ。本当ですか？ありがとうございます。ピナ、すごく楽しそうですね。この前死にかけたのが嘘みたいです。ああ、本当によかったよ。シリカ、そっちは急斜面だ。シリカ、手を伸ばすんだ。キリトさん。よし、このまま引き上げ。ドロック。うわごめん、とっさに抱えちゃって。キリトさんを巻き込んでしまうなんて本当に申し訳ないです。気にしなくていいよ、二人とも無事だったんだしさ。はい。ん？なあシリカ、これ何ですか？ちょっと見てくれ。キリトさんの隣に寝っ転がっていいのでしょうか？でもキリトさんが呼んでるわけだし。どうした？いえ、お邪魔します。ここに咲いている花だけどさ。確証はないけど、エール王は SAO サーバーのコピーだからな。もしかしたらカーディナルシステムがグラフィックリソースを流用したのかもしれない。もっともエール王にプネウマの花なんてアイテムは存在しないから、タップしても何も出ないけど。名前は出なくても間違いありません。また見られるなんて思ってなかったです。シリカにとって大切なものだもんな。はい、ピナーを生き返らせるためにキリトさんと取りに行った花ですから。どうやら破壊不能オブジェクトみたいだ。残念ながら摘むことはできないな。そうですか。でも逆にこのままにしておいた方がいいかもしれませんね。どういうことだ？ここって急斜面の下にあるから、きっと誰も気づかないと思うんです。ですからここを二人だけの秘密の場所にしませんか？キリトさんとの思い出は私だけの秘密にしておきたいんです。シリカ。迷惑ですかね？いや、そんなことないよ。俺もここは誰にも知られたくないから。だってシリカの大切なものがあるんだから、誰かに踏み荒らされるのはいい気分じゃないだろ。そうですね。キリトさんとの秘密を共有したかったんだけど、気づいてないのかな。ここのことは誰にも言わないよ。はい、約束ですよ。ピナ、いつの間に二人の秘密にしようと思ってたのに、いきなり二人と一匹になっちゃいましたね。
ピナは自分が仲間外れにされると思ったのかな。もうピナってば。知らん顔みたいだな。もしかして私とキリトさんの仲を邪魔しようとした？それはさすがに考えすぎかな。シリカ、どうしたんだ？難しい顔して。なんでもないです。それよりキリトさん、また一緒にここに来ましょうね。ああ、そうだな。今度は転ばないように注意しないとな。そうですね。ちょうどいいところに来たわね、キリト。ん？何かあったのか？実はね、エンシェントリング作戦のクエストを発見したのよ。エンシェントリング、レプラコーンだけが作り出せる伝説の指輪のことだっけ？そう、プレイヤーメイドの最高級品よ。今まで存在だけが示唆されていたけど、誰も手に入れたことがない幻の装備品。その素材を集めるクエストがここスバルト・アルブヘイムにあることが分かったの。なるほど、レプラコーン向けのクエストなんだな。エンシェントリンゴを作るにはレア素材と相当な鍛冶スキルの熟練度が要求されるの。名匠と呼ばれるようなレプラコーンにしか作ることができない一級品だから、私挑戦してみたいと思ってるのよ。でもそのクエスト自体一筋縄ではいかないらしくて。というわけで、キリトも一緒にクエストを付き合ってくれない？ああ、もちろんいいよ。本当？ありがとう、助かるわ。難関クエストって聞いたら黙ってられないよ。やる気になってくれてよかったわ。それでクエストの詳細は？アルフの羽とアルフの水晶、この2つの素材を手に入れればいいらしいわ。アルフ、伝説の高位種族だな。ええ、詳しいことはクエスト専用の NPC が語ってくれるはずよ。あれがその NPC か？そうみたいね。まずこのクエストではアルフの羽が手に入るはずよ。おじいさん。若者たちよ、話を聞いてくれるかね。はいはい、何かあったんですか？この洞窟はな、かつてアルフの住みかだったのじゃ。しかしある時邪神の一味に侵略され、アルフたちは殺されてしまった。邪神？アルフを殺した魔物がこの洞窟の奥に住み着いておる。わし旅のお方、この洞窟を以前のような安全な場所に戻してくれんかね。最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さなきゃ手に入れられないってことかしら？そうみたいだな。とりあえず OK するぞ。わかりました。俺たちがその魔物を倒しましょう。本当か、若者たちよ。あ、しかし気をつけなされ。魔物は凶暴ゆえ、すでに何人もの若者が奴の餌食になっておる。餌食にって食い殺されたのかしら？そういう設定なんだろう。まあ強いことには変わりないだろうけどな。このまま魔物を放っておいたら、洞窟から外へ飛び出してこの世の万物が全て滅びるであろう。世界の行方はそなたらにかかっているのじゃ。なんか
ものすごく壮大なストーリーになってきたけど、まあいいわ、任せて。そなたらの武運を祈っておるぞ。会話が終了したみたいだな。クエストも起動されたぞ。ようやくこれでスタートってことね。リズ、すごく楽しそうだな。当たり前よ、普通のクエストとはわけが違うんだから。さっさと洞窟の奥に進むわよ。クエスト、進んだけどまだボスのところにはたどり着かないな。なんだか道が入り組んでて進みにくいしね。あ、リズ危ない。なんだ虫か。トラップやモンスターじゃなくてよかったな。よかないわよ、危うく心臓が止まるところだと。へえ。な、何を。もしかしてリズ、虫が怖いとか。そうよ、悪い。別に悪くないよ。でもリズがこういうの苦手ってなんだか意外だな。ちょっと何笑ってるのよ、こっちは本気で怖がってるっていうのに。いや、いつもは威勢よくハンマーを振りかぶってるけど、リズも女の子なんだなって思ってさ。当たり前でしょ、私はどんだけ勇ましいと思われてるのよ。私はいたって普通の女の子なんだからね。ごめん。こんなところで油売ってないで、さっさと先に進みましょう。リズ、苦手なものを前にしてるのにやけに前向きだな。全てはエンシェントリングのためよ。アルフの羽を回収してとっとと出ましょう。って言いつつ俺の背後に回ってるんだけど。嫌なものは嫌なの。キリトが先に歩いて虫を追い払ってよ。背中押すなよ。ほらサクサク歩く。はいはい、リズ様の仰せのままに。歩いて虫を追い払ってよ。背中押すなよ。ほらサクサク歩く。はいはい、リズ様の仰せのままに。あれが一番しいな。ずいぶん飛ばす。ちょっと怖いって言わないよ。この魔物を倒さないとアルフの羽がゲットできないんだよ。そうだ、さあ気合い入れていくわよ。これだな。なんだこれ。ならどうだ。これならどうだ。攻撃するわよ。
切れたの。これだな。したことなかったな。鍛冶屋なめんじゃないわよ。やった、ボスを倒したわね。ああ、これでアルフの羽が手に入るはずだ。おっと、これかな。そうよ、それそれ。へえ、他の種族と違ってアルフは天使みたいな羽なんだな。すごく綺麗ね。さすが幻の高位種族だけあるわ。このクエストを進めていけば案外本物のアルフに会えるかも。エンシェントリングの素材を集める過程で生き延びていたアルフ一族の末裔を発見とかね。こんな1クエストにそんなストーリーが用意されてるかね。グランドクエストだったらわかるけどさ、俺には単なるストーリー設定に思えるけどな。ロマンがないわね。せっかくファンタジーの世界なんだから、ちょっとは世界観を楽しみなさいよ。どうしても攻略を優先しちゃうんだよな。まあ、敵をバッタバッタなぎ倒して楽しんでる方がキリトらしいけどね。さてと、お目当てのものは手に入ったし、一旦町に戻りましょう。なあ、そうだな。裏世界、眼界原野ニーベルハイムか。今までのフィールドとは全然雰囲気が違うね。ああ、スバルトエリア最後のフィールドだから難易度もこれまでよりずっと高いだろう。気を引き締めていかなきゃだね。まずはこの島を一周してみよう。準備はできた？私の方はバッチリだよ。不思議な塔だね。信号機みたいに光ってるよ。なんだか嫌な雰囲気だね。これ転移装置じゃないかな。どれどれ。びっくりした。ストレアの言う通り転移装置だったね。戻りたいときはこっちの装置に触れればいいみたいだよ。危なくなったら戻るとして、とりあえず探索してみるか。びっくりした。てくれよ、クラッよっ。
娘とボスがいるな。このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。余裕だぜ。頑張って。なかなかやるじゃねえか。これを使うか。これならどうだ。大したことなかったな。見たか、俺様の実力。おめでとうです。よし、倒したぞ。奥の扉が開いたよ、行ってみようよ。これを操作すればクエストクリアってことになるのかな。そうだな、ボスを倒した時にクエストクリアにならなかったし、これがクリア条件で間違いないだろう。でも何のギミックだろうね、これ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。そうだね、シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。最近はシャムロックだけじゃなくて付き従う人、クラスタが協力してるし、ライブ中にセブンちゃんがファンの人たちに協力を呼びかけているんだってね。ああ、そうらしいな。最近シャムロックと競い合っているスプリガン・キリト一行だな。君たちには悪いが、このクエストの勝利者はセブンに譲ってもらう。お前たちはセブンのファンか。俺たちはセブンの信奉者、七色博士の理論を信じ、そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ。セブンクラスタってやつか。こういうプレイもスタイルの一つだ。俺は別に否定はしないさ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意思に決まっているだろう。
君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り平等に生きていけるだろう。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。人数、レイドの上限限界ギリギリまで集めてるってわけか。ここはお前たちに譲るしかないみたいだな。ハイエナプレイもここまで露骨だと潔いな。悪く思わないでくれ。スバルトエリアの真の勝者はセブンだと俺たちは示さなくてはならないんだ。なあ、もう一度確認させてくれ。これはスメラギの指示じゃないんだな。ああ、あいつは関係ない。俺たちはセブンの思いに応えるために独自にやっているだけ。彼女を鼻と目で、そして俺たちはフサ、つまりクラスタとして一つになるんだ。そうか、わかった。もういい。悪いな。よし、スイッチを操作したら次のダンジョンに行くぞ。キリト君、ちょっと悔しいかな。ああ、でもさっきも言ったけど、このプレイは決して間違いじゃないんだ。むしろ遊び方の一つだ。これを否定したら俺たちは VR 世界の自由度を否定することになる。いくら単体のプレイヤーとしてはある程度の力を持った私たちでも、数で挑まれたら太刀打ちはできないよ。クラスタが勝手に取った行動とはいえ、セブンがもたらす影響力の凄まじさはよくよく分かったぜ。本人に言った方がいいんだろうけど、最近会えてないよね。ならさ、今度会いに行こうよ。セブンちゃんのコンサートなら誰でも行けるでしょ。そうか、確かにそうだな。コンサート中にどんな風にあいつがファンたちに呼びかけているのか確かに見てみたい。次のコンサートが決まったら行ってみるってことね。あ、そうしよう。それじゃあ俺たちもスイッチを操作して次に進もうか。音はしたけど特に変わった様子がないね。重要そうな装置だけど何が起こったんだろう。ダンジョンのどこかが変化してるのかな。そろそろ行こうぜ。何が起こったの。大したことなかったな。意外と大したことなかったかな。しゃあ、見たか俺様の実力。やりましたね、お見事です。これだな。あ、見てください、塔の光が消えてます。本当だ、さっきまでの嫌な感じもなくなってるね。さっきのスイッチがこれと連動していたみたいね。ねえねえみんな、セブンのライブがもうすぐ始まるみたいよ。おい、急だな。急がねえとセブンちゃんのコンサートが始まっちまうぜ。そうか、ひとまず街に戻らなきゃいけないな。うん。おい、クライン。いや、おキリト、どうしたんだよ。お前普段通りを装ってるけど口元が緩んで気持ち悪いぞ。そんなことねえよ。
俺は至っていつも通りだぞ。鼻の下伸ばしてだらしないわね。いや悪いかよ、だって念願のコンサートなんだぞ。クライン、本当にセブンちゃんのクラスターになっちゃったんだね。おうよ、今では立派なセブンクラスターの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。いや、私憐れんでるつもりなんだけど。そろそろ始まるみたいだぞ。みんなプレビエット、サブちゃんプレビエット私のライブに来てくれてどうもありがとう。ハルション。うわー！ハルション！最近うちのギルドはね、スバルトエリアの裏世界の攻略をかなり頑張って進めてるの。完全攻略まであともう少しかなって。すごいよ！さすがセブンちゃん！サブロック！セブンちゃんがギルマスやってるだけあるね。でもね、ここから先はとっても難易度の高いクエストが多いみたいなの。そう、それこそ大勢で協力して挑まないとクリアできないくらいのクエストばかりで。
ちゃんファイト！だからもし可能な人がいたらシャムロックのクエスト攻略に協力してほしいです。来たわ、これね。明日の夜9時にシャムロックは新たな高難度クエストの攻略に出発します。なのでもし参加できそうな人がいたら私たちのレイドに参加してくださいね。俺絶対に参加する。私も、私も、俺も。おい、クライン、いいじゃねえか。俺もセブンちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。まったく。やっぱりこの前のハイエナプレイはあのクラスタが独断でやってたっぽいね。ああ、そうみたいだな。まあでもこのノリで先導させられちゃクラスタの子たちもやる気満々で何でもやっちゃうんでしょうね。悪意のかけらすら出さず人心を掌握する、まさに小悪魔って感じだね。お前ら当たり前だろ。セブンちゃんは真の天使、世界一可愛い真の女神なんだぜ。そうだな。でもこれで分かった、セブンは決してアコギなプレイを誘導してるわけじゃないってことだ。それさえ分かればもうここにいる必要はないな。よし、俺たちは俺たちで引き続き裏世界の攻略を目指そう。シャムロックに負けないために。そうだね。レイン、どうした？ねえキリト君、それにマスター、セブンちゃんってあの後このお店に来た？え？俺は見てないけど。エギル、来てるか？いや、来てないぜ。そうですか。こうやってこの店に通っていればそのうちまたひょっこり現れるって。そうは言っても最近テレビや ALO の中でも忙しくて、そうそうこの店に来れないんじゃないか。レインはこの前セブンと話せてもう満足したんじゃなかったのか？それはそうなんだけど、私のせいでこの店に来なくなっちゃったんじゃないかって少し不安になって。どうしてそう思うんだ？だって私と会ってからでしょ、来なくなったの。いや、そんなことはないぞ。あの子は元からそんなに頻繁には来ないし。ああ、そうだな。だから気にする必要なんてないさ。でも私嫌われ者だから。え？嫌われ者？それは嘘つきレインと言われてたことか？ううん、私現実でもそうなの。うちって母子家庭でお母さんもそんなにちゃんと働いてくれなくて、その貧乏だしバイトで友達と遊ぶ暇もないから嫌われてるんだ。いや、別にそういう境遇だからって嫌われてると思うのは気にしすぎじゃん。そうだね。でも嫌われてるのは事実。やってるバイトとかが理由なのかも。何のバイトをしてるんだ？その内緒？そうか。まあ言いたくないなら別にいいけど、そう悲観するなよ。少なくともセブンがお前を嫌ってるようなことはないと思うけどな。うん、ありがとうキリト君。ねえ聞いてキリト、アルフの水晶のありかが分かったの。え、
エンシェントリングのもう一つの素材か。そうよ、この前ゲットしたアルフの羽と合わせてついに伝説の指輪が作れるわ。そうか、しかし意外とあっけなくわかるもんだな。そうね、キリトともう少し冒険したかったな。俺もだよ。え、キリトも？ああ、もっといろんなところに行って強いモンスターをバンバン倒したかったな。ビーズ、ため息なんかついて、やっぱりクエストが終わるのが寂しいのか。そんなんじゃないわよ、バカ。え、バカ？いいわよ、もうさっさと行きましょう。おう。暑いと少しずつ体力を消耗している気がするな。 HP は減ってないのにね。ゲームで温度を体感できるってのも考えものだわ。熱いものとか冷たいものを食べるときはいいんだけどな。まあ愚痴っててもしょうがないか、先に進まないと。もしきつかったら俺が一人でアルフの水晶を取ってくるぞ。大丈夫よ、私も行くわ。自分からクエストやりたいって言い出したんだもん。それに私がゲットしなきゃ意味がない。熱風が、キリト。リズ、俺が風よけになる。後からついてきてくれ。でももうすぐ止むと思うから少し我慢してくれ。平気だから、リズが倒れることの方がよっぽど心配だよ。よし、だいぶ風も落ち着いてきたな。もう大丈夫だろ。リズ、どうしたんだ？離れていいぞ。ごめん、今離れるから。リズ、顔が赤いぞ。やっぱり熱にやられたんじゃないか。大丈夫、問題ないわ、気にしないで。本当か？あまり無理するなよ。うん、キリト、ありがとね。さて、今度こそ出発するか。ええ。岩に宝石らしきものがはめ込まれているな。なんだろうこれ。どれどれって、これってアルフの水晶なんじゃないの？なんだ、あっけないな、こんなに簡単に手に入るなんて。エンシェントリングの素材を採集するクエストなのにこんなのでいいのか。いいじゃない、楽に手に入れられるに越したことはないわ。まあキリトには物足りなかったかもしれないけどね。そうだな、だから逆に違和感があるんだ。プレイヤーを楽しませる要素として適切な難易度に設定することはかなり重要だろ。運営側がこんな簡単にレア素材を手に入れられるクエストを組むわけはないと思うんだけど。あんた目線で難易度を設定したらクリアできないプレイヤーだらけになっちゃうでしょうが。もともとレプラコーンって戦闘にはあまり向かない種族でしょ。だからこのクエストもバランスを考えて構成されてるんじゃない？確かにそうかもしれないが。でしょ。それじゃアルフの水晶を失敬して。なあリズ、やっぱりこれは罠じゃないか。ボスを倒したわけでもないのにレア素材が手に入るなんて。ん？何？当たっちゃったわよ。遅かったか。うわ、何、地震？アルフの水晶を取ろうとするとトラップが発動するようになってたみたいだな。
ルフの金を取るのは邪神の一味とやらじゃないか。要するにこいつを倒さないとアルフの勲章はゲットできないってことだね。ああ、このクエストの最後のバトルになりそうだな。よし、こいつに勝ってアルフの勲章を持ち帰るわよ。任せてくれ。てい、任せてくれ。てい、てい、てい、任せてくれ。てい、任せてくれ。てい、クリアだな。私だってこのくらい戦えるわよ。なんとか倒したわね。ああ、なかなか手強かったな。さすがエンシェントリングのクエスト、一筋縄ではいかなかったな。レプラコン向けクエストの難易度じゃないわね。キリトがいなかったらこのクエスト絶対にクリアできなかったと思うわ。そう言ってくれると嬉しいよ。さて、今度こそアルフの水晶を。リース、顔がにやけてるぞ。うるさいわね。少しぐらいいいでしょ。きれい。へえ、これがアルフの水晶か。これでエンシェントリングを作るのに必要な素材が揃ったわ。腕が鳴るわね。それじゃあ一旦町に帰ろうか。今の戦いでヘトヘトだよ。そうね、私もちょっと疲れたわ。でもあんたと一緒に冒険できて楽しかった。付き合ってくれてありがとう。帰ったら私の気持ち全部込めて最高の指輪を作ってあげるからね。それでそのエンシェントリングが完成したら私の気持ち聞いてくれる？うん。キリト？え？ちょっとまさかあんた寝てんの？大丈夫だよ。リスはちゃんと守る。やっぱり寝てる。もう最悪。せっかく勇気出したのに。クエストクリアだ。リズ、いるか？キリト、待ってたわ。さあ、工房の中に入って。とうとうエンシェントリングを作るんだな。ええ、なんだか緊張してきたわ。リズが緊張するとはな。こりゃ失敗フラグが立ったかな。縁起でもないこと言わないでよ。冗談だよ。どうだ、緊張が解けただろ。もうやめてよ。 SAO でダークリパルサーを作ってくれた時だって
一発で成功させたじゃないか。だから今回も成功するさ。でも今から作るのは幻の一品よ。そう簡単にできるとは思えないわ。大丈夫だよ、家事スキル上げも頑張ってただろ。あんた見てたの？リズの店の近くに来た時にチラッと。なんだよその目は。あんたに覗きの趣味があったとは思わなかったわ。別にそういうつもりじゃないぞ、たまたま見えただけで。冗談よ。あんたと話してたら緊張してるのがバカらしくなってきちゃったわ。それはよかった。じゃあそろそろ始めるわよ。まずは素材をオブジェクト化して。アルフの羽とアルフの水晶だな。ええ、これら2つを炉の中に入れて。こんなもんね。それじゃあハンマーで叩くわよ。あ、それいつまで叩くんだ。多分もう少しだと思う。おかしいわね、普通の武具だったらもうとっくに完成してると思うんだけど。やっぱりエンシェントリングともなるとかかる時間が違うのかしら。それとも私の鍛冶スキルが足りないとか。ダメダメ、こんな弱気じゃ。キリトに見られてたのは予想外だったけど、今日のためにスキル上げ頑張ったもの。あとは自分を信じて打つだけ。来た。水晶が光り始めた。できた。おお、綺麗。リングが透き通ってるわ。すごいな、今まで見た装備品の中で一番綺麗だ。よかった、気に入ってくれたみたいね。俺のため？これ俺がもらってもいいのか？そうよ、あんたしかこの指輪の所有者はいないわ。でもエンシェントリングってものすごくレアなんじゃないのか？だからキリトのために作ったんだって。クエストを手伝ってもらった俺。それにあんたがこれをはめて攻略してくれたらうちの店の評判も上がるでしょ。それはそうだけど。ほら、つべこべ言わずにさっさとウィンドウ出しなさい。ああ、ぴったりね。ありがとう、この指輪にはリズの気持ちがこもっているんだよな。すごい。エンシェントリングも完成したことだし、通常営業に戻るわよ。ほら、いつまでここにいるつもり？早速フィールドに出て指輪の効果を試しなさいよ。そうだな、リズ、ありがとう。これ大事にするよ。当たり前でしょ、私が作ったんだからね。行っちゃったか。また私の気持ち伝えられなかったな。大体なんで女の私があいつに指輪あげてんのよ。普通逆でしょ。って、あ、私ったら何を考えて。でもいつか、いつかきっとあんたを振り向かせてみせるわ。ねえねえキリト、
シャムロックが裏世界の高難度クエストを攻略したらしいよ。ああ、そうらしいな。でもいくらシャムロックとはいえ、こんなに早くクリアするなんてな。パパ、セブンさんたちの使っている攻略の方法については聞きましたか？聞いてないけど、なんとなくは予想はつくよ。レイドを作って大勢で畳みかけたんだ。はい、セブンさんたちはライブの直後にギルドメンバーとクラスタが揃ってなだれ込むようにそのクエストに進み、プレイヤーの数に物を言わせてクエストを強引に攻略したようです。たくさんのプレイヤーたちが戦闘不能になったんだろうな。ええ、シャムロックやクラスタのほとんどが途中で力尽きたそうです。まさに力技というやつですね。まさに人柱作戦だよね。いやー、怖いわ。人柱攻略ってただの人海戦術だろ。いわゆる運ゲー、マゾゲーと呼ばれるゲームの攻略方法さ。攻略難易度の高いマップにひたすら多くのユニットを投下し、それらを犠牲にすることで攻略確率を上げるプレイスタイル。パパ、ひどいです。ねえねえユイ、私たちもいずれそんな風にさせられちゃうのかも。いやいや、しないから。俺は NPC だって犠牲にする気はないよ。そういうプレイスタイルもあるってことは別に悪いことじゃないさ。でもパパは絶対に私たちをそんな風にしないって信じてますから。ああ、もちろんだ。約束。でもさ、シャムロックの動き少し気になるよね。ちょっと怪しげな感じ。ちょっと何キリト、今って笑うとこ？いや、お前がちょっと怪しげだなんて。本当にお前はここにいるんだなってそう思ったらなんだかおかしくてな。ふん、 AI が人間みたいに曖昧なこと言っちゃダメだって言うの？いや、むしろ俺は嬉しいよ。ストレアもユイもこの世界でちゃんと生きてるんだって実感できるからな。あ、ストレアずるいです。パパ、私もです。あ、二人ともやめろよ。